こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は首都圏連続不審丸事件について紹介していくぜ。この事件は婚活などを利用した事件でもあることから、婚活丸人事件などとも呼ばれているぞ。本当に結婚したい人が出会いを求めて行う婚活が事件の舞台になってしまうなんて。しかも、この事件が注目を浴びたのは連続不審丸、ということだけではなかったんだ。犯人は女なんだが、戦後15人目の女性極刑囚にもなり世間からも注目が集まった。女性で極刑ということは犯行内容も相当なものってことよね。ますますこの事件の詳細が気になってきたわ。今回はそんな犯人女性の生い立ちから犯行手口、現在の様子まで詳しく深掘りしていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。この事件は2007年から2009年にかけて発生した連続不審丸事件。事件発覚は2009年8月6日、埼玉県富士見市の月決め駐車場内にあった車内から会社員男性の、変わり果てた姿が発見されるところからだ。でも、事件の始まりは2007年なんでしょう。その間事件自体発覚していなかったということ。そういうことだ。もし発覚しなかったら不審丸も事故として処理され、迷宮入りになる可能性だってあったわけだからな。そう考えるとゾッとするわね。話を戻すが、この会社員男性のマルインは一酸化炭素中毒。しかし、あまりにも不自然な点が多かったことから埼玉県警察の捜査が始まるんだ。その結果、この男性は住所不定無職の木島かなえ、当時34歳と交際していたことがわかるんだ。木島はこの男性に対して結婚する気があると装って約470万円を受け取っていたんだぞ。そんな大金を受け取っていたのね。そして捜査していくにつれて木島には他に愛人がいたこと。そしてその愛人の中にも不審丸を遂げている人物がいたことが分かったんだぞ。じゃあ、この木島が事件に関わっていることはほぼ決定みたいなものじゃないの。しかし、そこは警察も慎重にまずは詐欺の容疑で木島を逮捕するんだ。現に、木島は結婚詐欺をしていた可能性が一番高かったからな。2009年9月25日に木島を詐欺の容疑で逮捕して、2010年までに7度に及ぶ詐欺で再逮捕されているんだ。7度って多すぎない。しかも結婚詐欺ならよっぽど木島が魅力的だったの。実はそうとは言えないんだぞ。木島の容姿はぽっちゃりとは言えないほどふくよかな体型で、太い眉、お世辞にも美人とは言えない容姿をしていたんだ。どうしてそんな女が男性から金銭を受け取り、裕福な暮らしをしていたのか不思議なくらいだったぞ。そんな容姿なのに結婚詐欺で生計を立てていたなんて。警察も詐欺とこの不審丸の関連性を慎重に捜査して、木島は2010年2月22日に殺丸罪で起訴されている。その時にはすでに詐欺罪や窃盗などで起訴されていたため、これが6度目の起訴になるな。相当な犯罪を繰り返していたのね。さらに同年の2010年10月29日には、東京都青梅市の男性当時53歳を自丸に見せかけて丸買いしたとして、再逮捕されているぞ。連続不審丸事件と言われているだけあって、被害者は複数人いたのね。ただ、被害者の中には当時、自丸、と思われて解剖されてない例もあったため、丸院に関する資料などが乏しい中での丸人罪での立件になった。極めて異例のケースになったんだぞ。さっきマリサが言ったように事故で片付けられたケースもあったってことね。しかも、木島が関わったとされている不審丸は、わかっているだけで最低でも4件はあるんだ。1件目は、2007年8月、松戸市の当時70代の男性が自宅の風呂場で亡くなっている。丸院は不明とされたが、この男性が木島に貢いだ金額は約7400万円と言われている。若い人だけでなく高齢の人にも詐欺を働いていたのね。そして二人目、これがさっきも出てきた青梅市の53歳男性だな。亡くなる直前に木島の口座合計1700万円が振り込まれていた。亡くなった原因は一番初めに出てきた会社員男性と同じ、一酸化炭素中毒だったぞ。三人目は千葉県野田市の80代男性、この人の丸院も一酸化炭素中毒だった。この男性の自宅から出火して全焼、丸体の近くの和室に練炭が数個置かれていた。そして木島はこの男性が亡くなった直後に約190万円引き出している。そして4人目が一番初めに出てきた会社員の男性だぞ。一酸化炭素中毒で亡くなる人が多いのかしら。木島の手にかかったら、そうかもしれないな。そして、亡くなった日は不明だが、関東地方在住の男性2名の不審丸にも木島が関わったとされているんだ。これ以外にも詐欺や窃盗の犯罪を重ねていたのよね。そんなお金に困るほど家が貧乏だったとか幼少期にトラウマがあったとかそういう話もあるの。じゃあ次は木島の生い立ちについて見ていこう。木島の家柄はどちらかといえば裕福な方で子供の頃にはピアノを習っており、地元のコンクールに出場するほどの腕前だったそうだ。
じゃあ貧しい家庭環境で育ったわけではなさそうね。高校は地元北海道の公立高校に入学、卒業するが卒業後は東洋大学への進学を機に上京している。しかし中退し、その後はピアノ講師や訪問ヘルパーなどで生計を立てていたようだな。大学を中退してしまったのは残念だけど、それでもきちんと仕事をしていたのね。ますます、お金で困るようには思えないんだけど。学生時代の木島を知る人からも評判は悪くなく、基本的には優秀な存在だったと思われるんだ。木島の家族に関しても父親は大学職員と行政書士、母親はピアノ講師と、立派な家庭環境だったと言えるな。そんな両親に育てられたのなら木島本人が優秀だと言われるのも納得できるわね。しかし、木島の人生を大きく変える出来事が起こる。木島は高校生の頃に40代の男性と交際したんだが、この交際男性に指示されて知り合いの家から印鑑と通帳を持ち出し、800万円の窃盗に協力してしまう。結果、事件の共犯として保護観察処分を受けるんだ。付き合っている人にそんなことを言われても普通は断ると思うんだけど、しかも、高校生で40代の男性と付き合うなんて。さらに父親が2005年に自動車事故で崖に転落して他界、父親の車の中からは練炭が発見されているんだ。木島は2003年にネットオークションの詐欺で逮捕されており、それに気を病んだ父親が、自ら命を絶ったのではないかと噂されているぞ。良くないことが立て続けに続くのね。ただ、父親が亡くなった時木島は北海道に帰省中だったため、木島が父親を丸したなんて噂もあるほどだ。他の不審丸をした人たちと似てるもんね。噂が立っても仕方ないのかもしれないわ。また、裁判中拘置所で暮らす木島の洋服などは妹が差し入れをしていたようで、基本的には兄弟のサポートを受けていたようだな。母親からは何のサポートも受けることがなかったの。普通、両親のサポートが一番に来ると思うけど。そうだな、何のサポートもなかったのかとなるとわからない点も多いんだが、一つ言えるのは、木島とその母親の関係性は必ずしもいいものとは言えないということくらいか。どういうこと？まず、母親が過去に足を切断するほどの大怪我を負った際、木島は一度も見舞いに顔を出さなかったそうだ。さらに、母親は木島に対して幼い頃からテレビを見せない育て方をしていたそうなんだが、そんな厳しい育て方も木島を犯罪に導いたのではないかとも言われているんだぞ。確かに、そんな風に育てられてしまったら親に従順とはいかないかもしれないし、親も子供に対して、冷たく当たってしまうかもしれないわね。木島は19歳の頃から逮捕される34歳までの間、婚活サイトやデートクラブなどを利用し、複数の男性と交際して金銭を得ていたようだな。何か定職に就くのではなくて、どちらかといえば不安定な収入で生活していたのね。そして、本名ではなく吉川さくらと名乗っていて複数のブログを頻繁に更新していたようだ。ただ黙々と仕事として男性と行為をするのではなく、男性たちに愛される自分を不特定多数の人に見て欲しかったんだろうな。自己顕示欲が高かったのね。そんな木島の月収は150万円を超えていたというんだ。いくら複数人と交際してお金をもらっていても、月に150万円なんて大金簡単には稼げないわよ。木島はデートクラブを辞めても今でいうマッチングサイトで複数の男性と出会っていたようだな。そして行為をした男性に妻にバラすとか、妊娠したと言って黙る費用を求めたりと、あらゆる手段で男性から金銭を搾取していたようだ。そう言われると男性も負い目があるからお金を渡してしまうのかもしれないわね。木島は嘘が得意だったのでそれを活かして男性から金銭を搾取していたようだな。騙し取った金で家賃22万円の高級マンションに住みベンツまで乗り回していたそうだ。騙し取ったお金で裕福に暮らしてたのね。そしてマル的な面で男性に癒しを与えることができて、一般の女性にできないことなら受け取る報酬は、正当で当然と思うようになった、と語っているんだ。悪びれる様子が全然ないじゃないの。そんな木島の手口はほとんど一貫していたんだ。婚活サイトでの木島の設定は学生。出会った男性たちに学校の授業料が払えないなどといい支援を申し込む。他にもその合間に介護の仕事をしているや教育ローンを申し込んだなどと、自身も金策に奔走していることをアピールするんだぞ。もちろん、この話は全部嘘なのよね。そうだ。その上で自分は遊び相手や恋人を探しているのではない。旦那を探しているから将来の生活も考えている。とあくまでも婚活を目的にサイトを利用していることを相手に念押しするんだ。でもそういうサイトを利用する人って少なからず下心を持っている人もいるんじゃないの。そのことも視野に入れていたんだろうな。木島は婚活を目的を相手に念押しするものの、男女の関係になるまで時間をかけなくてもいいと、その気があることを匂わせていたんだ。その先を期待させることで男性が金銭的に援助してくれやすいことを知っていたのね。
実際、そういった方法で何人もの男性から学費という名の金銭を受け取ることに成功しているぞ。また、男性らと関係を結ぶためにホテルや自宅などで過ごした際に飲食物に睡眠丸を混ぜて、眠らせてから金を盗んだり、クレジットカードなどを不正に使用して金を引き出すなどしていたぞ。直接受け取るだけじゃなくて寝入ったところで金銭を奪うことまでしていたのね。基礎分だけでも木島が男性たちから得た金額は2907万円。一連の事件の前に不審丸を遂げたものの事件化されなかった男性からは、約7350万円、その他合計1億3756万円以上を得ているんだ。当時の男性たちは不審に思わなかったのかしら。男性らは結婚するのなら夢を応援したいと思い、木島の求める支援に応じても良いと考えていたようだな。しかし、男性らの家族などから疑いをかけられると木島は、あなたの個人情報を削除しましたなどとメールを送り、すぐに男性の目の前から姿を消していたようだ。援助する男は他にもいるし、お金には全く困っていなかったんでしょうね。それがそうとも言えないんだぞ。さっきも言ったように木島は複数のブログを頻繁に更新していたんだ。その中には受講料が高額な料理教室に通ったり、ブランド物のバッグを複数所有していたりと、セレブな生活を謳歌している姿が綴られていたんだ。それのカードローンの返済に追われていたようだな。大金を稼ぐことはできたとしても、見栄を張るためには借金も厭わないという感じだったのかしらね。そんな木島だが冒頭でも説明した通り極刑判決が出ているんだ。こんなに大勢の不審丸に関わっているとなると極刑でもおかしくないわよね。でも、裁判は少し異例とも言える長さだったんだぞ。この裁判は裁判員裁判だったんだが、裁判員の選定手続きが2012年1月5日、初公判が10日。そして、判決日が4月13日と約100日にわたる長期裁判だったんだ。初公判から判決まで平均 17.5 日と言われてるから異例の長さだったことがわかるな。そんなに裁判が長引いてしまったのね。検察側は状況証拠の積み重ねで木島の犯行を十分立証できるとしたんだ。まずは3つの丸人事件の共通点、現場に残っていた練炭は木島が犯行前に購入していたものと同メーカー。そして、被害者が最後に会っていた人物が木島であることだった。それに対して木島は何と言っていたの？練炭などは被害者から譲ってくれと頼まれて渡したもので、被害者とは別れ話をしていた背景があるから自丸や事故が原因だとして無罪を主張していたんだ。でも不審丸と言われるくらいだから、他にも怪しい点はあったんじゃないの？そうだな、まずは青梅市の男性被害者の件だが、パソコンの本体と鍵が持ち出されていたこと。練炭でも重いものでは20キロあったのに、この男性は車も自転車も持っておらず、ネットでの購入履歴もなかったんだ。さらにはレンタカーを借りた形跡もないため、自宅周辺で購入したとは考えにくいだろう。確かに、そうね、いくら男性でも20キロを持ち運ぶなんて無理よ。そして2件目、野田市の男性被害者の件では、生前から睡眠丸を使用していないのに通常使用される10倍以上の量が検出されたこと、そして火災による一酸化炭素中毒では、喉に付着するはずの炭の粉がほとんどついていなかったことが挙げられたんだ。それはあまりにも不自然よね。そして3件目、一番初めに出てきた会社員男性の件では、現場のレンタカーに鍵がなかったこと、火をつけたと思われるマッチ棒はあるのに箱がないこと、そして、練炭を触った形跡がないことが挙げられたんだぞ。ここまで来ると状況証拠だけでも十分立証できそうね。そうなんだ。埼玉地方裁判所は検察側の主張を全面的に認めて、求刑通り極刑を言い渡しているぞ。女性被告人に対する極刑判決は、裁判員裁判では初めて1055人目の女性極刑囚となったんだ。控訴審でも上告審でも極刑判決は覆ることはなく、2017年4月14日、刑が確定しているぞ。上告審では、男性らは自丸した可能性がある状況証拠には木島が犯人でないと説明できない。事実関係が含まれていないと無罪を主張していたんだ。確かに、可能性としては自丸もあるかもしれないし、はっきりと木島が犯人である証拠がないのに、極刑を言い渡されるのは納得できない、と思ったのかしらね。それでも最高裁は計画的で極めて悪質、不合理な弁解で反省の態度を全く示しておらず、極刑はやむを得ないと判断したんだ。裁判員裁判で初めての極刑判決、そして異例の長さの裁判、記録に残ることを数多くしているのね。そんな木島の現在についてなんだが、現在も極刑囚として東京拘置所に収監されている。さらに木島は極刑囚になってからも獄中で驚くべき行動をしているんだ。まさか刑務所内でも男をもてあそんでるとか。でもさすがにそれはないよね。いや、あながち間違ってもない。木島は獄中で3度にわたって結婚をしているんだ。刑務所にいても結婚ってできるものなの？
獄中結婚自体は可能だぞ。しかしここまで複数回獄中結婚するのは珍しい。まず木島の初めての獄中結婚は2015年、60代の支援者男性と結婚しているんだ。しかし、この男性が飲酒運転で事故を起こして入院してしまい、離婚しているぞ。2015年ということは控訴審か上告審の間に結婚しているということ。控訴審判決後の獄中結婚だったようだな。そして離婚後、最短で再婚できる100日を待って逮捕前から知り合いの男性と再婚しているぞ。しかも、驚くべきことに元夫となった人と養子縁組をしているんだ。一度は旦那さんだった人と次は親子になったっていうことなの。そういうことだ。そして、三度目の結婚、2018年1月にしているぞ。お相手はなんと週刊新潮のデスクだそうだ。本来なら取材する、される関係のはずよね。そんなお相手とも結婚するなんて。まあ、誰とどんな形で結婚したとしても私たちが口を挟めることではないからな。このデスクは後に、相手のことをもっと深く知りたいと思った時に、手段として結婚という形を取る方向に傾いていった。今も悪くない関係だと思うし結婚に後悔はない、と語っているんだ。本人同士が幸せなら何とも言えないわね。でも、複雑というか手放しで喜べないというのが本音よね。霊夢の言いたいことはわかるぞ。さらに、極刑囚となってからも2018年まではブログの更新をしていたんだ。そしてカナエ通信という名で紙媒体を発行していたようだな。手書きの原稿をコピーして支援者に郵送し、原稿写真をブログ掲載するという手法ではあるものの、コンセプトは日本一ポップな極刑確定者のリアルライフ情報、だそうだ。極刑囚になっているのに現況をいろんな人に見てもらいたいという欲は健在なのね。ブログ以外にもこの事件や木島を題材とした書籍やテレビ番組まであるようだからな。さらに、刑務所に入っているはずなのに支援者のおかげで優雅とも言える暮らしを送っているようだぞ。拘置所のことを小菅ヒルズと呼んで、支援者からは一食2000円にも及ぶ差し入れがあるそうだ。普通に一食2000円なんて食べられないわよ。また、コーンビーフのサンドイッチを作ってもらい熱々のコーヒーを片手に読書をしているそうだぞ。普通にいい暮らしをしているじゃないの。極刑囚だったら特にいつ刑が執行されるのかと怯えながら日々を過ごしているイメージがあったわ。ということで今回は首都圏連続不審丸事件について解説したぞ。この事件、一歩間違えばもっと被害者が増えていたかもしれないし事件にすらならなかったかも。そう思うとゾッとするものだったわね。極刑囚になってもブログを更新していたりと私たちの想像する極刑囚とは違うことを思い知らされた感じがしたな。獄中結婚を3回もしていることも驚きだったわ。みんなの意見などがあればぜひコメントしてくれると嬉しいぞ。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。